杉原さん。撮ってるからちょっと待ってください。はい、どうぞ。はい、いいよ。はい、黒川。はい、いいよ。ビデオ撮っているので少々お待ちください。おい、手が下がりすぎだ。ビデオ撮ってるので少々お待ちください。はい、どうぞ。ビデオ撮ってるからちょっと待っててください。はい、どうぞ。はい、いいよ。ゆうすけです、お願いします。ちょっと待ってて。はい、いいよ。ゆうすけ。
はい、今ビデオ撮ってるんで少々お待ちください。はい、どうぞ。今ビデオ撮ってるので少し待ってください。はい、どうぞ。中島さん、はい、少々お待ちください。はい、スタート OK です。今ビデオ撮ってるのでちょっと待っててください。はい、スタート OK です。はい、OK です。いいよ。次は行きます。ちょっと待っててね。しっかり手前出してくるようにね。いいよ。と外足に乗るようにね、しっかり。
体からあまり行き過ぎないようにしっかり外足を雪面から離さないようなイメージでいきましょう。あんま体から行き過ぎないようにしっかり足元を大事にして足元しっかり動かしてくるよ。やっぱお尻が折っちゃうからしっかりお尻上げてすねを押してくるように。はい、体からあまり行き過ぎないようにで、しっかり外足を離さないように外足のすねをしっかり入れてくるように踏んでくるようにしてみてください。ちょっと待ってね、ビデオ撮ってるから。はい、OK。岡田さん、体からあまり行き過ぎないようにしてください。岡田さん、体はずっとフォールラインに向けてくるようにしてきてください。あ、中島さん、はい、体の方向がスキーと正対しないようにしっかりフォールラインに向けてくるようにしてきてください。今ビデオ撮ってるので少し待ってください。はい、スタート OK です。はい、杉原さん、まだちょっと山側に抜けてる感じがするのでしっかり体前に前に持ってくるように落としてくるようにしてきてください。今ビデオも撮ってるので少々お待ちください。はい、スタート OK です。はい、はい、はい、杉原さん、はい、Thank you.
はいよ。いややばいっす。はい、ホームか。黒川です、お願いします。ちょっと待ってて。あ、黒川か、いいよ。はい、黒川。OK。 ポールの上でしっかり踏めるように、ターン前半でしっかり踏んでこれるよ。宮崎です、お願いします。ちょっと待っててください。はい、スタート OK です。返しの時に腰を前に出すような感じで、はい、ます。ちょっと待ってて。はいよ。取れたらなおいいね。次は長です、お願いします。ビデオ撮ってるのでちょっと待っててください。はい、どうぞ。
を撮ってるので少々お待ちください。はい、スタート OK です。はい、岡田です。ちょっと待っててください。はい、スタート OK です。ビデオ撮ってるからちょっと待ってて。はい、スタート OK。 はい、タスク OK です、お願いします。ビデオ撮ってるからちょっと待っててね。スタート OK です。はい、ももか。ロサです、お願いします。はい、黒川いいよ。はい、行きます。はい、いいよ。